ワンピースって意外にね、アップルとかいないんじゃねえのと思ったら、ちょっとおったんですよ。まとめてきました。謎の夫と牧野さん。ね、シャンクスとか言われてるけどね。いや、誰なんやね。あの人かなーとはね、言ってるけどね、小田先生もね。カップルが増えてきましたね。いいですね。幸せそうで皆さん。まあ、夏祭りとかあるからね。そう、天神祭りとか行きたいわ、なんて。なんて大阪隅田川でもいいでしょ。隅田川俺嫌な思い出なんだよね。何ですか？隅田川って、まあ川を挟んで、まあ、バンバン上がるわけやんか。はい、なんか浅草あたりでね。はい、で、そこで僕待ち合わせしたの、友達と。うんうん、で、そう行った時に人めっちゃあんな多いと思わんくって、うんうん、まず、携帯の電波が繋がるのあります、うん。待ち合わせ場所が対岸だったんで、こう川を挟んで。じゃあそっち行こうと思ったら、はい、この橋封鎖しまーすって言われて急に。バーンって封鎖されたの、橋が。向こうに行くために どうしたらいいんですかって聞いたら、こう渡って行ってくださいって、向こうにも橋あるんでって言われて。はい、で、ほら行くやんか。その瞬間、バーンって橋閉まって。どうやって渡ったらいいんですかって、向こうの橋をってさ、こうやってバーンって閉められて。一生閉まっていく橋が。一生俺が行くと、ダンダンダンって閉まっていくわけね。で、ブワーって通って、こう戻に戻った頃には、花火終わったからな。ですよねー。そう、2時間俺歩いたから、あれ。あらー。そう、だからもう天神橋みたいな、ちょっとだけしょぼーい感じでやってるところでも、俺はフランクフルトを食べて、もうカップルとして、もうなんか花火を見たいと。というわけで今日の企画は、ワンピースカップル夫婦まとめー。冒頭の話、いるかあれ。いるやろ。いるいるいる。そういうことじゃないの今日は。いや違うんですよ。ワンピースって意外にね、恋愛がないからカップルとかいないんじゃねえのと思ったら、小田先生はね、恋愛は書かないってはっきり言ってるもんね。そうそうそう、そういうのはもう少女漫画の仕事やから、もう僕書かないよって、うん、そう、うん、意外にだからカップルっていないのかなって思って調べてみたら、はい、ちょっとおったんですよ。ちょっとおった、そう、ちょこ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 ーっとおったんで、あ、これまとめたらおもろいなと思って、うん、今日はまとめてきました、うん。はい、まず記念すべき一組目のカップルさんはジャッジとソラさんです。ああ、まあまあ夫婦というか、うん、まああれちょっと謎だよね。なんでそんなおジャッジのこと好きになったんだろうっていうぐらい。でも昔はいい男やって。ほんまに、あの結婚するまではすげえいい男やって。そういう夫婦いるんだ、うん、ね。そう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 、うん、そういう感じですわ。まあそっからね、でも3時とかね、そう、今を作ってる若者が出てきてるから本当にありがたいことですよね。そう。で、続きましてネプチューン王、乙姫王妃。ああ、これも有名な夫婦ですよね。うん、そうだね。まあジャモンジャモン言うてるのとね、お母さんがってね、えらい見聞色が強いっていうね。そう、とんでもないとこね。ここ浮気したら速攻バレそうね。ほんまや。すぐ見聞色あなたっつって、ああ、ジャモンジャモン外にせりじゃないじゃないみたいな。どういうこと。発するジャモンですかね。はい、というわけで次行こうと思います。はい、はい、次のカップルはコブラ、そしてティーティー。はい、ネフィルタリーですね。そう、はい、ティティご存知ですか？はい、知ってます。これなんとね、ゼロ巻とかに出てきてるんですよ。はい、意外に僕はね、今回まとめてね、あ、そんな名前やったんや、ビビのお母さんと思いましたね。そうなんです。だから似てるんだよね、髪とかもね。そうそう、意外にめっちゃビビに似てるんで、うん、ゼロ巻持ってる人はね、ぜひ見てください。はい、はい、続きましてイガラム、テラコッタ。うん、兄弟みたいな感じやね、この夫婦ね。似てんねん。似すぎやね、うん、おかしいでしょ。おかしい。夫婦ってまあ似た者夫婦とかいう言葉ありますけども、うん、そんな似るみたいな。めっちゃ似てるよな。ねえ、うん、これちょっとありえへんなって感じですね。でも現実世界でもさ、うん、山下達郎とね、竹内まりやご夫妻、うん、はいはいはい、めっちゃ似てんねん。おー、そう、これね、見た目が似てるんちゃうね。なんとね、竹内まりやの歌あるやんか、はい、それを男性のキーに変更したら山下達郎の声そっくりやねん。へー、逆もしかりなんだよ。だからもう本当に結ばれる運命だった、もう大物アーティスト。へー、じゃあメリークリスマスとか歌ったらええ感じなんですね。なんでメリークリスマスがこんな真夏に言われた今。山下達郎やからや。はい、続きまして、はい、いきます。トト、アスワ。おー、まあ、トトおじさんとね、うん、アスワですね。トトおじさんね、はい、まあ、はい、鉱山のおかんおとんですわ。おかんおとん、おー、なんか意外にね、あんな温厚そうな人たちからあんなヤンキーが生まれると思わなかったね。あ、でもそういう親おるんちゃうか。あー、はい、次行きます。キュロスとスカーレット。あー、もうここ素敵。まあね、うん、ここはもう鉄板でしょ。身分違いのところが濃いっていいよね。そうそう、ロミジュリ的なね。ロミジュリって何略すねん。何やロミジュリ。略すでしょ。はい、じゃあ続きいきます。パウンド、ビッグマム。あーあーあー、どうしました。夫婦か。
まあ、夫婦一瞬でも夫婦がやった時代はあったはず。一瞬でもそう、なるほどね。そこはおかんが強すぎてね、はい、そこ捨てられとったけど、まあローラとシフォンはね、うん、まあ宝だけど、ビッグマムって夫全員捨ててるんですかね、他42名の。捨てるやろ。どうします、カイドウとかも実は夫の一人やったみたいな。お前の全てを知ってるぞ、ビッグマム。そうそう、だってこれ夫全員と子供おったとは限らんじゃないですか。あ、確かにね。そうそうそう、確かに確かに。そうそう、だから実は子供がおってない夫もおったんじゃないかみたいな。あ、なるほど。それがカイドウだったね。絶対嫌だ。あれ、シトロイジンとかどうなんだろうな。よくわかんないっすよね。で、続きまして、ギョル、チキンおばさん。もう俺誰も知らんねえ、この人はね。もういかん、魚やよ。はい、はい、続きまして、アラディン、プラリネ。おぉ、こういう奥さん捕まえたよ、アラディンは。アラディンね。うん。シャーロット・プラリネさんはね、もうシャーロット家でありながらちゃんとね、アラディンに惚れてるというね。そう、まともな人魚さんだよね、あれはね。素晴らしい。いや、もう本当にいい人魚ですよ。で、続きまして、ここもね、いい夫婦ですよ。ベッチとシフォン。あ、いい。そう、意外と似合いなんだよね。そう、うん、まあ、シャーロット家ね、なんかビッグマムだけが狂ってるからね、やっぱりね息子とか娘はね、うん、いい感じに育ってる人が多いですね。そう、多分ローラとかもそれに嫌気がさして外の世界行ったやんか。そう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 、結構脱出した子供たちとか夫多いかもしれんけどな。あ、まあ多そうですけどね、うん、じゃあ続きまして、ミスターナインとミスマンデ。おお、そうだね、意外に夫婦だったんですね、うんうん、僕知らなかったっすわ。ああ、まあね、夫婦やもう悪いことやってるってことだよね。ねえ、うん、で続きまして、うん、ワポルとキンデレラ。ああ、そうだね。うん、うん、まあ、ワポルはね、もう人生逆転したんでね。そうそう、でもキンデレラってむちゃくちゃ綺麗な人やな。ねえ、スタッフ抜群のね。ねえ、絶対しくじり先生出てほしいわ。はい、続きまして、はい、光月おでんとトキ。ああ、もうこれもいいね。ああ、まあこれはね、もうみんな知ってるでしょ。もう最近みんなね、トキ様トキ様って言ってもね、もう時をかける恋愛って感じ。お、うまいこと言ってる気がする。シャッ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 。はい、続きまして、金右衛門とおつる。あー、これもね、20年の時を経てるけどまだお会いしてないのかな、多分ね。いやー、これどうなんすかね、うん、だっておつるさんは20歳年取ってるわけじゃないですか。そう、金右衛門、我が家番じゃないですか、うん、みたいなね。実はちょっとロビンとかナミには気があるかもね。ねえ、しかも20年も夫蒸発してたら、うん、離婚したと思いますよね。まあ、死んだと思うね。ねえ。すぐ区役所届けるね。だからこれもう普通に考えて再婚してんちゃうかなってね。ありえるよね。ありえますよね。全然ね。いや、だからね、金右衛門の恋の行方はどうなるのか。でも隠れてみて相変わらず綺麗みたいなこと言ってたから、まあ、まあ大丈夫なんでしょ。いや、まあまあ、それは綺麗なは綺麗なは言ったらなんですよ、うんうん、再婚してるかどうかは別問題よ。あ、なるほど。そう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 。はい、続きまして、ヤソップとバンティーナ。おお、これはね、ウソップのおかんおとんペアですわ。そうだね、麦わらの一味で唯一じゃないですか、両親判明してるって。二人とも顔が出てるのは初めてかな。ねえ、うん、意外に他はね、あの、どっちか片方しか分からなかったりするんで。ねえ、はい、というわけで続きいきます。ゴールディ・ロジャー、ポートガス・ディ・ルージュ。おー、エースのおかんおとんペアですね。あ、そうだね。まあ、エースのおかんおとんだけじゃないですけどね、この D 関係をね。語り出すと長いんでね、他の動画で語ったんでそっち見てください。そう、だから早くそのロジャーの恋物語的な、なんか若き日の冒険も見たいよ、早くね。あ、どうやってルージと出会ったのとかさ、多分、お、お前 D なの、結婚しようよみたいな。そんな偶然で、うん、俺も D やねんみたいな。そうそうそう、一緒やん、ふぇーみたいな。東京で出会った地方同士のカップルの名前は、そう、そういうノリっす。お前青森なんて、そうそうそう、俺も八戸だべみたいな。そう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 。いや、でも青森遠いからな。しかも青森ってあれらしいですよ、八戸と津軽で喧嘩するらしい。やめて、そういう争いは。まあ、そういう争いはあるからな、京都とかでもな。はい、続きまして、白ひげとバッキン。あ、もう疑惑の、ここら辺怪しくない、ちょっと。ほんま疑惑の、疑惑のですけど、どうですかね。疑惑カップル、これは。疑惑カップル。ああ、なるほどね。まあ、でもバッキンが主張してるんで。でも付き合ってるか付き合ってないかって言ったら微妙だね、お互いの見解の相違ってあるかもしれない、ね。そう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 、うん、ああ、なるほど、大人な関係やね、うん。はい、続きまして、サイとベビーファイブ。うん、うまいことやったやつよね。ベビーファイブうまいことやったな、ね。ね、ベビーファイブね、うん、もうあかんと思うわ。はい、続きまして、セノールピンクとルシアン。あー、これいいね。まあ、これはね、うん、すごい不意をつかれるね、いい夫婦ですね、うん。はい、続きまして、チャルロスと13人の嫁奴隷。そうだね、奴隷のこう女性たちだね。うん、うん、まあ、一応妻らしいわ。うん、で、ローのオカンとオトン。うん、はい、オカンとオトン。で、一本松と梅。一本梅って言うんですかね。梅って言います。梅ーって感じですね。ね、ご飯食べた後みたいな感想なってね。次いきますね、うん、はい、アウトルック3世とその嫁。あ、サボのお父さん、サボのお父さんとお母さんですね。
で、デビルディアス、あの天竜人に首をつけられとった、うんうんうん、嫁もいるんだーみたいなこと言うとったやつ、まあ、嫁おるらしいわ、うん、あだから嫁とか妻だけなんだ、それは。あ、そうそうそう、だから嫁、うん、で、ドン・キーホーテ・ホーミングと、うん、その妻、うん、まあ、嫁ですね、まあ、ド・フラミンゴのお父さん、はい、で、ド・フラミンゴとビオラ。これもちょっとね、関係値で言ったら別にカップルとか夫婦じゃないやん。いやでも、ほら、SBS に書いてますもん、その辺のあれが。いや、それはわかるけど、はい、それちょっとなんか持っていってほしくないな、なんか。ビオラとド・フラミンゴはどうしてお互いをドフィ・バイオレットと呼び合ったのでしょうか。あの時二人は何を思って考えていたんでしょうかという質問に対して、小田先生もね、聞こえますね、これはね、深い裏設定があるんだけど教えられません、担当には教えるけどかなり大人の物語なのでって言ってるんですよ、うん、でも最後に一言、うん、大人の皆さんは妄想してください、まさに情熱の国ドレスローザっつってるんで、はい、まあ、情熱の国ということは愛やろということはな、ね、そう、まあちょっと難しい関係やわ、はい、はい、そんな感じでございます。はい、続きまして、モンキー・ディ・ドラゴンとその嫁、うん、その嫁誰なんやろね、ルフィのお母さんはね。ほんまやね。ねえ、全然マジで誰かわからない。そう、なんかもう考察するぐらいの材料すらないもんね。ねえ、で、謎の夫と牧野さん。あ、そうだね、これもほんま、まあ、早く解決してほしいよね。誰なんやろね、シャンクスとか言われてるけどね。いや、誰なんやね、あの人かなとはね、言ってるけどね、小田先生もね。だから知ってる人の誰かであることは間違いないと思うね。村長かもしらんからな。好きハッスルするやん、それ。村長ハッスルすごくない、それ。はい、続きましてね、ニコー・ルビアとその夫。ああ、確かにね、ロビンのお母さんね。そう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 。で、ラストはですね、ラストラスト、レイリーと宿役。あれも怪しい、結構怪しいと言われてるんですけど、うん、僕ちょっと見つけちゃったんですよ、これね。ウソップギャラリーってあるじゃないですか、うん、ウソップギャラリーって、まあ、多分大田先生も見てると思うんですけど、うん、そこのコメントにね、うん、かっこいい夫婦って書いてるんですよ、うん、レイリーとシャッキーの絵に、うんうん、で、他にも、うん、こっちによそ見してると妻のいたずら、レイリー&シャッキーみたいなのが書いてるんですよ、うんうん、まあ、この小田先生が監修をされているウソップギャラリーでこういうコメントがあるということは、うん、定なんじゃないかなと。まあかもしれない。まああの人って言ってたし、そうそう、うちのものみたいに言ってたね。そうそう、レイリーのことを大事なことという感じするし、うん、まあ噂によるとそのシャッキー自体も先代のアマゾンリリーの皇帝な可能性があるんで、でそれがね、外の男性と恋に落ちたっていう感じが想像できるよね。だからね、レイリーが、まあ、女ヶ島の時もなんとなく受け入れられたみたいなね。そうそうそう、まあ、そういう可能性はございますよね。はい、というのが本日のカップル夫婦まとめでございました。意外と多かったし、想像させられる楽しさがあった。なんかそうですよね、出会いとかをね、うん、で、まあ麦わらの一味たちはね、あの冒険に恋してるので一応恋はしていないっていう設定らしいです。はいはいはい、まあなんでね、あの冒険が終わった後は何かあるかもしれませんね僕的にはね、あのサンジとプリンちゃんとかも入れたかったんですけどね。あ、まあでもちょっと置いてったでしょ、まあ、あれは完全に。まあ今回サムネにもなってるけど、まあ結婚の手前まで行ってるからね。そう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 、あとハンコックとルフィも一応ウェディング姿もあるから、そうそうそうね、どうなることやって感じですね。ね、はい、はい、まあというわけで本日はこんな感じでございました。はい、ありがとうございました。またね、これからもね、意外なまとめやっていくのでね、気になるよって人はぜひチャンネル登録しておいてください。はい、面白かったって人は当然グッドボタンを押してね。おっしゃー、そして次回はですね、皆さんお待ちかね、はい、コエッキーさんの考察会でございます。はい、よろしくお願いします。実はですね、はい、前あのやった時にリクエストをいただいたんですよ。はいはい、バルジモアについて。あ、国のお話した時ですね。そう、国の話、ね、まとめした時の。そうそう、そのバルジモアっていうのが、まあ、フランキーとかされた場所なんだけど、うん、そこについてたくさん謎があるから、それちょっとまとめていこうかなって思ってます。おー、はい、今すぐ気になるよってチャンネル登録してください。はーい、ワンピースの秘密がわかるかもしれません。はい、というわけで、See you! Bye! 他にもありそうだな。ありそうですね。漏れてそうやけど。まあ漏れてるよって言ったらコメントね、まず教えてくださいね。はい。意外にね、これね、あの、調べづらい。あ、まあ、あと片思いどうしようとかね。そう。まあ、まあ、でも片思いはカップルちゃうからね。そう。バッサリと。行きました。はい、またね。天神祭りかーい。終わってるけどな、配信の頃に。